こんにちは、白くのガムです。和久は遅れた弓化と題したシリーズの第3回です。昔の日本人はとびきり長い弓を選んだのはなぜでしょうか？前回は矢の飛距離と威力についてお話ししました。今回は弓の長さに関わるいろいろな特性についてお話ししたいと思います。世界にはいろいろな弓があります。どうしてこのように形が違うのでしょうか？弓の長さは弓の曲線に沿って測ります。和久は 2.3 メートル、複合弓は1メートル、イングランドのロングボウは 1.9 メートル、フランスの弓は 1.5 メートルくらいだったとされています。現代のコンパウンドボウは、カムと滑車の機構で矢を放つので、長さはあまり関係ありません。まず最初に弓の長さについて、何に関係しているか見てみましょう。長い弓と短い弓を同じ力で、同じ長さだけ引いた時に、何が変わるのかを考えてみましょう。ここに掲げたのは模式図です。弓を引くと弓は曲げ変形を起こします。第一に長い弓の方は、弓のカーブが緩やかになります。これは素材の変形の程度が違うことになります。変形の程度が小さければ、壊れにくそうに思えますが、実は同じ力、同じ引き長さという条件がありますので、これを含めて考える必要があります。第二に、長さが違うと、引いた時の弦の角度θが変わります。当然、湯はずまでの距離も、湯はずの傾きも変わります。これらの力は、引き力 F と釣り合うので、角度が違えば大きさも異なります。今回はこれらの2点について説明していきます。それではまず、第一の曲げ変形の問題について考えていきます。ここからは材料力学という学問の世界なので、ちょっと専門的になります。ここでは形状的なことだけ考えます。弓を引いたとき、右利きの人の場合、左手で弓を持ち、右手で鶴を引きます。この時、右手と左手は同じ大きさの力を弓に加えています。右手で鶴を引いた力は、鶴の張力として言うはずに伝わります。ここで、弓を曲げる方向の成分が、モーメントとして弓に作用します。こうして弓の曲げ変形を引き起こします。弓で最もモーメントが大きくなるのは、左手で支えている握りのところになります。モーメントはアームの長さと、力の積ですから、同じ力で引いたときは長い弓の方が大きくなります。したがって、同じ引き長さにするには、断面を太くして曲がりにくくしなければなりません。弓が曲がると、材料は外側が伸び、内側が縮むので材料に応力がかかります。断面を変えたときには応力も変わるので、壊れやすくなるかどうかの検討が必要になります。そこでまず、材料の強度と応力について説明しておきます。応力とは、棒などに荷重をかけたとき、内部の仮想的な分割面で伝達される荷重を面積で割った数値です。変形を受けたときに各部に生じる応力が、どこかで材料の持っている強度を超えると破壊してしまいます。材料の強度は、材料を引っ張ったり圧縮したりして、変形させる試験で求めます。右のグラフは木材のような脆い材質の測定結果の例です。荷重をかけていくと、変形していってあるところで破壊します。この時の応力を材料の強度と呼びます。なお、横軸の歪みは、変形した時の辺位を元の長さで割った比率です。それでは、前のスライドでの課題に戻りましょう。ここでは、長い弓と短い弓が同じ力で同じたわみになるようにした時の応力を比較します。和久は握りに対して非対称ですが、話を単純化するために対称とします。この時、中心に対して変形も対称になるので、握りの部分を固定した半分の長さの場合と変形は同じになります。これを説明すると厄介なので、そういうもんだと思ってください。実際は対変形問題という面倒な領域ですが、ここではたわみが比較的小さい範囲で考えます。また、断面も円形で先端まで同じ太さであるとします。こうした問題を材料力学では断面二次モーメントや断面係数のような断面形で、K
決まる数値を使って解いていきます。変位や、モーメント、応力の計算式は、ここに挙げた通りです。この式を使って、同じ荷重で同じたわみになるという条件で、直径を消去するとこちらの式が得られます。また、直径に関しても同じように、長さの比で表せます。長さ比を2で計算すると、長い弓では直径を約 1.7 倍に、太くしなければなりませんが、応力は 42% に下がることがわかります。我々の先祖は、おそらく経験からこのことを知っていたのでしょう。次に、世界の弓矢のデータから、長さに関係する因子を探ります。これは、ポープという研究者が、1923年に発表したデータを、こちらの論文が転載したものです。表には弓の素材、弓の種別、長さ、引き、引く力、飛距離がまとめられています。弓の種別は単一弓、強化弓、複合弓の3つです。データは36組、30種類の弓が取り上げられています。これにはロングボウの復元弓なども含まれています。和弓もありますが、これは弓道で使用しているあまり低く、力の大きくない弓のようです。このデータは実際に試験したデータで、信頼性は高いと思います。また、実用的な弓矢が多いので、飛距離も弓の強さを測る尺度になりそうです。このデータを主に弓の長さで整理してみました。左上の図は長さと引きの関係をグラフにしたものです。回帰直線と決定係数 R2 乗も載せてあります。単一弓以外はサンプル数が小さいので統計上あまり意味はありません。R2 乗が 0.4 以上ですとかなり相関関係があるということになっているので、単一弓では弓が大きくなると、引きが大きくなる傾向にあるようです。長い弓は長い矢を使う傾向にあるということができます。次に引く力との関係を見てみますと、あまり関係がないようです。弓の長さが同じでも、太さが違えば引く力が変わるので、当然の結果だと思います。同じように飛距離とも相関はありませんでした。飛距離については引く力と関係がありそうに思いますので、調べてみました。すると、これには相関が見られました。サンプル数は少ないですが、強化弓、複合弓にもこの傾向が見えます。これは弓の種類に関わらず、大きな力で引く弓は遠くへ飛ぶことがわかります。しかし弓の長さと引く力は相関がありませんから、弓が長いからといって強い弓になるわけではありません。それでは長い弓の利点は何でしょうか？弓の長さは弓の引きと関係があることが分かっていますから、引きと飛距離の関係を考えましょう。まず引きと飛距離の相関を調べました。その結果は上のグラフですが、すべての種類で無関係と言っていいと思います。そこで引きと引く力をかけて2で割ると、弓の引き力のカーブを直線近似した時の仕事が得られます。この数値を今後、理想仕事と呼ぶことにします。これとの相関を調べました。その結果がこのグラフです。引く力との関係よりも、R2 乗の数値が大きくなりました。このことはより相関が強いことを示しています。つまり、弓が長いと引きが大きくなり、そのことで理想仕事が増え、飛距離を増す効果につながっています。以上のように、弓の長さは間接的に、飛距離に関係していることが、わかりました。今、データの整理に使った、理想仕事について、もう少し考えてみます。この仕事は弓の引きと引き力だけで、決まる数値です。これは何を、表しているのでしょう。矢をつがえてから、弓を、射るまでの、動作を考えてみます。弓を引いていくに従い、引き力は上がっていきます。そして最大まで引いてから、狙いを定めます。公開されているビデオを見ると、アーチェリーやコンパウンド棒では引く、時間よりも狙う時間の方が、長くなっています。おそらく弓道以前の和弓も、同様だったと思います。狙っている間は最大引き力を、保持しなければならないので、これは、射手の能力を、表します。また引きの長さは、射手の腕の長さに関わりますので、これも、能力の一つです。したがって、これらの積で表せる理想仕事は、射手の能力を、表す数値ということができます。次に良い弓とは、どういう弓かを、
考えます。これは射手の能力を最大限矢のエネルギーに伝えられる弓と言えるでしょう。前回の動画で効率の話をしました。効率は弓自体の完成や矢との摩擦が損失として数値に現れます。しかし弓の形式の違いを考える上では不十分です。この図はアーチェリーのうちのコンパウンド棒とリカーブ棒の特性の模式図です。コンパウンド棒はカムなどのメカニズムで威力を高めた弓で、リカーブ棒に比べると大きな弾性エネルギーが得られます。しかし効率は弾性エネルギーが分母に来るので弾性エネルギーの代償比較ができません。そこで右の図のように弾性エネルギーを理想仕事で割ることにより腕力をどのくらい有効に使えたかを示す数値が得られます。これを入力効率と呼ぶことにします。これと効率をかけるとトータルの効率が得られます。これを弓の評価に使っていきます。弓には長さの違いの他に材質やそれと密接な関係のある逆反りのあるなしという大きな違いがあります。逆反りとは鶴を張る前では張った後の姿とは逆の方向に反っている弓のことです。まず材質の違いでは主に木材や竹を削って作った弓を単一弓または丸木弓と言います。これに対して複数の素材を貼り合わせて作った弓を複合弓と呼びます。貼り合わせる理由の一番大きなものは破損を防ぐためです。弓を引くと反りの外側に引っ張り応力、内側に圧縮応力がかかります。外側に伸びに強い材質を使い、内側に圧縮に強い材質を使えば壊れにくくなります。もう一つの効果が、貼り合わせるときにあらかじめ外側になる方の素材を引っ張っておいたまま、貼り付けると逆方向に反ったままの形状になります。これに対して、単一の素材で作った弓は逆反りをつけることができません。逆反りの効果は下のグラフの通りです。逆反りがあると、引き始めの引く力が上がります。このため、矢を放つ時の引く力が同じでも、弓に蓄えられるエネルギーが増えます。先に述べたように複合弓では強度が増すので、引きの強い弓が作れます。このような理由で、複合弓では短い弓でも強い弓を作ることができるのです。ところで、輪球は長い弓ですが複合弓で逆反りがあります。逆反りの効果と弓の長さの関係はどうなるでしょう？弓の違いを公平に比較する道具としてシミュレーションが有効であるという話をこのシリーズの最初にお話ししました。そこで弓を技術面から論じている資料でよく取り上げられるヒックマンのモデルを使って検討してみます。これには静的な力の釣り合いを計算するモデルと動的に運動を計算するモデルの2つがあります。いずれもここに示したように、握りに近い部分は固定して、先に近い部分は合体と考えて、上津貝で回転自在に取り付けます。そして弓の弾性は、上津貝のところの回転バネで代表させます。これも対称性を使って、上半分だけのモデルにします。このモデルでは、湯はずと両手の位置は、大体合わせることができるので、静的な荷重の計算には使えるでしょう。ただ、運動モデルとしては仮定が荒すぎるので、動解析は別のモデルを使うことにします。今回は静的な引きと引く力の計算を行います。ヒックマンのモデルはパラメータが多いですが、いろいろな数値を勝手に決めてしまうと比較になりません。そこで、パラメータは先ほどのポープのデータで見られる数値をできるだけ使うことにしました。使う数値は弓長さ、ブレース長さ、最大引き長さ、最大引き力、初張力の5つです。ブレース長さというのは英語ではブレース、ハイトでして、鶴を張った状態での弓の握りから鶴までの距離です。初張力だけは弓の形状やポープの表に含まれない数値です。この数値は鶴を張った状態での張力です。回転バネのバネ定数や鶴を張る前後の状態での角度などは与えたパラメータから計算します。この際に初張力を調整して逆反りが実物に似た形になるようにします。他の数値はできるだけ同じ数値で比較することにします。
まず長さ以外は同じ条件での短い弓と長い弓の比較を行うことにしました。短い弓は1メートル、長い弓は2メートルとします。ブレース長さ、引く力、引き長さはいずれも同じにしました。所長力の値は違っていますが、それぞれ実際の弓の形状と同じくらいになるように調整した結果です。右のグラフは裏反り、針姿、および引きなりの形状を比較したものです。和弓では、鶴を張る前の姿を裏反り、張った状態を針姿、鶴を引き絞った状態を引きなりと呼んでいるので、ここではそれに従います。和弓では引きなりのたわみよりも裏反りのたわみは小さいので、長い弓のモデルもこれに合わせています。また合成弓では裏反りのたわみは逆 C 型になるので、短い弓のモデルはこれに合わせています。なお、短い弓の所長力を長い弓と同じにすると裏反りが非現実的に大きなものになってしまいます。このため、この数値だけは同じにできませんでした。この図は引き長さと引き力の関係をグラフにしたものです。最大引き力は同じでも、途中の傾向は大きく違います。長い弓は直線的に引き力が増加していくのに対して、短い弓は S 字カーブを描いています。このように引き最大点の近くで引き力が急上昇することをスタックと呼んでいます。ここでは引きが少し変わると矢に与えるエネルギーが急変するので望ましくないとされています。さらにこの曲線を積分すると、弓に蓄えられた弾性エネルギーが計算できます。これを比較すると、短い弓では2割近くもエネルギーが小さくなっています。なお、短い弓と同じ張力にした計算も行いましたが、エネルギーは63ジュールとあまり変わりませんでした。入力効率で見ると、長い弓は 94.6% と極めて高くなっています。それではなぜスタックが起こるかを考えてみましょう。この図の引きなりの形状を見てみます。長い弓では鶴と湯柄の角度が鋭角になっています。一方、短い弓ではここが鈍角になっています。弓の引き力は鶴の張力として弓に伝わりますので、この角度が直角に近いほど弓の曲げモーメントが大きくなります。一方、鈍角になってしまうと、引き長さを増やしてもモーメントはあまり増えません。つまり、短い弓は引き長さに限界があるのです。そこで短い弓で引きを短くしたらどうなるかを試しました。引き力は同じにして、逆反りも同じ程度になるようにパラメータは調整しました。その結果はこの通りです。予想通り、スタックはあまり目立たなくなり、入力効率は顕著に改善されました。一方、引き長さが短くなったので、エネルギーは減ったものの、わずかな低下です。つまり、短い弓では長い矢を使ってもエネルギーは増えないのです。さて、最後に逆反りの効果について調べましょう。オレンジ色の逆反りのある方の結果は、先ほど長短の比較に使ったものです。青いグラフは所長力を小さくして、鶴を張る前の姿が逆反りにならないように調整した弓です。計算の結果、特性に違いが現れ、長い弓では 8% もエネルギーが小さくなりました。このように2本の弓の逆反りはあまり大きくないですが、効果ははっきりと出ることがわかります。短い弓の場合、逆反りがないとエネルギーは 20% も落ちてしまいます。このように、短い弓で強い弓を作ろうとした場合、逆反りは不可欠な技術だったようです。長くなってきたのでまとめます。弓の長さは、弓の変形形状と鶴からの荷重に影響を与えます。材料力学により、長い弓の方が壊れにくくなることがわかりました。世界の弓矢についてのデータから、弓の長さは引きの長さと相関があることがわかりました。飛距離は弓に与える理想仕事と相関があることがわかりました。ヒックマンモデルにより、長い弓の方が多くのエネルギーを貯められることがわかりました。短い弓はスタックしやすく、長い矢に向いていません。逆反りは弾性エネルギーを増やす効果があります。次は弓の運動について考えてみたいと思います。
最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。